袋井市の小学校で昨日猫の頭が見つかり、警察が何者かに捨てられた可能性もあるとみて捜査しています。警察によりますと、昨日昼頃、袋井市の小学校のグラウンドの端で猫の頭を児童が見つけ、教員が胴体のない猫を発見したなどと警察に通報しました。 頭の幅は8センチほどで腐敗した状態だったということです警察は今日から当面の間、児童の峠校の時間に合わせ通学路で警戒にあたることにしています警察は何者かが猫の首を切断して捨てた可能性があるとみて動物愛護法違反などの疑いも視野に捜査しています